と幻想的なつねりが止まりがち、すなわち止まります。なお次の砂の駅では SL の給水と点検作業を行います。どのような作業を行うか皆様ご存知でしょうか。主な作業として淡水車に水を補給します。淡水車には水は17トン積むことができます。また機関車士がボイラー内に石炭を投げやすいように淡水車の上で石炭の先寄せ作業を行います。また運転室内部では石炭の燃やした後に出る灰を SL の下に落とす作業を行います。そして海などに緩みがないかなど点検や油の差す作業を行いますので、ご覧になってはいかがでしょうか。なお船舶内は大変危険です。ご覧になる際は柵の内側でお願いいたします。失礼しました。ございますか。
かな自然と幻想的な狐が灯る町津川に到着いたします。お出口は左側です。ここ津川は毎年5月3日に狐が町全体に灯ります。毎年行われている狐の嫁入り行列です。狐に扮した白抜く姿の花嫁が多くのお供を連れ津川の町を練り歩き、そして麒麟山公園で待つ花婿と古式ゆかしい結婚式を挙げた後、燃え盛る狐火に送られ麒麟山へ向かいます。とても幻想的です。一度ご覧になられてはいかがでしょうか。津川駅では SL の点検給水作業を行います。津川駅の発車は11時30分です。お乗り遅れございませんようお気をつけください。津川駅は11時30分の発車です。停車時間を利用してヘッドマークをバックに、警察はいかがでしょうか。